はい、今ですね、鹿児島県の鹿児島市にいます。で、鹿児島市の軍国、ね、酒場っていうところがあるんです。軍国酒場来てるところです。中入ってね、軍歌歌ったらすごく面白かったですね。で、本日平成26年の11月の15日土曜日です。たまたまこの辺り通ったらね、出てきたのびっくりしたんですよね。この軍国酒場という名前を見て、さらにこの軍歌を聞いてね、これは入らなきゃならないと思ったんです。すごいね、胸が騒ぎますね。贅沢に、農機具がなければ国は滅びる日本軍の将軍の人たち、昔ながらの感じ。いや、そういうの